極限状態っちゃ極限状態ですからね、うん、突然一人になるっていう、まあ一人になるっていうかこう4人でやろうとしたことができなくなって、でこう自分が一人で何をやれるのかっていうよりも違うな、僕は何をやろうとしてここまで来たのかなってことでしょうね、きっとね。今回のドレスコーズのサードアルバム ONE は僕一人の手によって制作されました。それは僕島良平という男が二つ目の大切なバンドを失った今年の夏の終わりから始まります。君のためなら少しだけれどこの地の代わりに涙を流そう。可愛いだけの生き物たち、丸山浩太、山中春夫、菅大地と話し合い、4人での活動終了を決めたのが7月末。そして日比谷野音での最後のワンマン公演ゴッドスピードサマーヒッピーズを終え、9月から僕は今回の楽曲の制作を始めました。曲が出揃うまでにそう時間はかかりませんでした。とにかくすぐに動き出したかった。まるで何もなかったかのように振る舞いたかった。とにかく僕は一枚のアルバムに十分な量の楽曲を2週間ほどで書き上げました。お尻ってなんかブツンってなってますもん。今ね、そうなんだよね。そこだけ揃えよう。した方がいいですよ。9月24日4人での最後の作品ヒッピーズ EP 発売、そして現メンバーでの活動終了を発表。それはヤフーニュースのトップで扱われたり、朝のニュース番組なんかでも話題にされたりと少なからず世間を騒がせて、自分たちがちゃんとこの世に存在していたことをあまりにも皮肉な形で実感することとなりました。1B に入る瞬間っていうところ、はい、そして一人のレコーディングがスタート。
つるっと上で弾いてもらって、うん、下北沢にあるこのスタジオは4人で作った最初のアルバム The Dress Codes のレコーディングでも使った場所です。ここに10月から僕は毎朝一人で通い、馴染みのエンジニアと付きっきりで作業を進めていきました。楽器のセッティング、演奏、テイクのジャッジ、すべて一人。以前は狭く感じたスタジオは随分広く、メンバーと意見をぶつけることもなく進んでいくレコーディングは驚くほどに、そして悲しいほどにスムーズでした。食事の時間以外ほとんど休憩も取らずに僕はひたすら作業に打ち込み、わずか2週間後にはこの ONE というアルバムが完成していました。今までのどのアルバムよりも短期間で、どのアルバムよりも赤裸々な作品の誕生でした。一回そこまでため決めないけどちょっと意識してるみたいなやつ一回やって、うん、何秒ぐらい使おうかな。これってアンビみたいな感じ。あ、まあ多分ね、ち、あのちっちゃく入れればいい、うん、あ、短い。あれ？さっきどうなってた？さっきはもう3発目だけで終わった。ああ、そういうことか。これかな、うん、これで、はい、はい、情けないでしょ、頼りないでしょ、それでも君が誰より好きだよ、不幸じゃないさ、ただ僕の言う幸せが誰かとは違うだけ。ドゥードゥー、白髪ですね。で、ドゥードゥー、砂嵐いるか。はいはい、あれ、あ、そっか、まだあるんだ。はいはい、押しましょうかね。うん、嘘つきだから友達ってのが未だにできなくて、一人になった僕が一番最初に書き上げたのがスーパースーパーサッドという曲。この曲でまずはミュージックビデオを作ることが決まりました。監督は僕の友人である松井大吾。松井大吾と出会ったのは1年ほど前のことでした。
僕を毛皮のマリーズ時代からずっと追ってくれていた彼はいくつかの映画やクリープハイプのミュージックビデオですでに高い評価を得ていました。彼の作品にあるリアリズム、そして何より僕の活動の全てを見てくれていたことを思えば、今回ビデオを頼めるのは彼以外考えられませんでした。僕が今必死になかったことにしようとしている感情を、隠そうとしている感情を無理やりにでも引き出してカメラに映してほしい。僕は彼にそう伝えました。昔の作品とのお別れをしたらいいな、したいなと思って、なんかで最初なんかその CD とかをこういろいろ今までの CD とかポンポン投げたりぶっ壊したりするってどうですかっていうのを島さんに、ちょっとそれはショッキングすぎてちょっとあれだなみたいなって、で自分一人のそのアーシャとかポスターとか燃やすってのはみたいなのを島さんからアイデアいただいて、あそれすごくなんかいいなと思ってっていうので、結構こう燃やす中で楽しそうに歌うっていうのが出来上がっていた感じですかね。Wow.
僕に代わって。そしてスーパースーパーサッドと同時に進行しているもう一つの映像化企画がありました。それがこのアニメみたい。現在も制作中のこの 3D アニメーションによる作品に僕が書き下ろした曲です。僕らの代わりに血を流して戦う架空のヒーロー、ヒロイン。人間は遠い昔からずっとそんな都合のいい存在を物語にしてきました。今のネットや SNS もアイドルもその延長だと僕は考えます。ただそれが架空のようで架空ではなくなっている分、とてもリアルでヘビーなものではある。それは当然本物の人間による本物の物語だからであって、アニメのそもそもの語源が魂や生命といった意味のラテン語アニマから来ていることを思えば、僕らはまるでアニメみたいな世界を生きていると言える。それがこのメディアミックス作品のテーマです。アニメーションの表現の文脈をストーリーじゃない感じで表現してほしいっていうオーダーがあって、そこに、あすみこ先生のキャラをアサインして一個のフィルムにしてほしいっていう話があって、でもそれ物語にしないとめっちゃ難しいじゃんっていうところがうち的にはすごい面白いなっていうところだったんですけど、で志麻さんからいろいろ例えばこうこうこういうアイデアとかどうですかねっていうのがあって、あそれめちゃくちゃ面白いですねっていうやり取りをさせていただきながら、絵コンテの方を作って、で今それをフィルムにしているところになります。人間たち休んでみんなで海に来ました。ジャケットの撮影のためです。海辺で寒そうにコートを着て佇む写真を撮ってみたい、なんとなくそう思い立って今回のメインビジュアルとジャケットが出来上がりました。頭にあったのはおそらくベン・ワットの83年の名盤ノースマリンドライブです。ヨーロッパの冬の海のようなロケーションを探して僕らは三浦海岸と七里ヶ浜を巡りました。今来てないですね。はい。
はい。落ちた封筒拾わずの毛布のみ。はい。懐かしいぜ。はいはいはい。1B に行くとこちょっともう一回やっていいですか。朝の気を。Baby, baby, あんたなんかさよなら僕の僕よりいつも大切な人僕のすべてを。なんていうのかな、ラスト、ごめんなさい、クリック出してなかった。こういう感じみたいな。一回撮ってみようかな。はい。一周で。あ、このワンという作品は、僕が誰かに預けていた人生を僕の元に取り戻した作品です。大丈夫ですね。じゃあなんとなく気分でギターを持って椅子に座る音を届けてもらっていいですか。僕はずっとできるなら誰かのために生きてみたかった。誰かと一緒に生きてみたかった。何かにこの命を捧げてみたかった。僕の小さな頃からの夢は、結果片一方だけが見事叶い、片一方はとうとう叶わなかった。うんうん、できた。はい。音楽家になるという夢が叶い、はい、じゃあ友達とバンドを組むという夢が終わった。これで一人になった僕が初めて作り上げたアルバム、それがワン。やった。完璧。いいね、いい曲だね。うん、いい曲です。素晴らしい。涙なしには聞けない。今まで作ったアルバムの中で一番短期間で作ったかも。うん、うん。ゼロの状態から。うん、今日まで、まあ2ヶ月かかってないか、うんうん、ベロニカとってSo na funa kao shimaku
って。